としよう。処刑そんな感じ。また。秋の地区大会1回戦負けしてしまいました極見高校のドラフト会議見ていきましょう。今日はスカート会です。そして次回が入学式になります。早っ。おエース富永1位指名、ね、よかったね。いけて、あ北くんが DeNA に来ました。まあいいですね。1位指名北くん素晴らしい。阪神に中西、やべ忘れたもん中西誰だっけ。弾道極みだけどちょっと微妙だったね活躍は。大塚製薬、大塚製薬。そして最後にあ2位で金子がいったね。うーん金子最後の方魔物ばっか出してたからよかったわ。あれこの世代ってさ誰か最後の方にめっちゃ活躍したあのキャッチャーの横田くんいけなかったね。あ彼がいたおかげで甲子園復帰できたんだよ俺たちは。片木闇横田くんいけず残念。ちょっとね出番がね遅かったね。さあ始まりましたスカウトです。今回はですねピッチャーを絶対に取らないといけないという使命がありますよ。そうだね。でしかも伸びがあるピッチャーに限定します。伸びがない絶対伸びいいなん で僕たちは伸びいいが嫌いなんで伸びいいしかいなかったらしょうがないですけど伸びが絶対優先で使われるんで伸びのあるピッチャーにしましょう。伸び心境なんで伸び心境でいきましょう。5人いるね投手一芸特化か。まあ面白い。あ6人もいたぞ今。5人青森まず行っていいんじゃないですかこれは。それか前回行けなくなったあの地元一回帰ってみます。ああ地元で一回ちょっとみんなに慰めてもらうっていう。そうだね。ようやく行けるようになったよと。ここまでやっと交通費が出たよ北海道。交通費出なかったか。北海道で素晴らしいものはいませんか。将来性を感じる左打者を送りしない将来性を感じる。ああ全国区誰もいない。全国は誰もいません。しかも地区大会もいなくない。地区大会も1人しかいません。お前だけかい。これはいらんな。これはいらないね。2回目の新入生スカウト。じゃあさっき行けなかった青森に投手目指していっちゃおうかな。投手5人これ期待できる。これは取るよ。5人ぐらいいいやついないのかい。4人消えました。都道府県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 全国大会疲れ知らずの投球が魅力。ひどい。せめて野手1人ぐらいいてくれ。いいねー松田くん。いやーこれはひどい。これひどいな。2ついってこのありさま。スカウトが本当にさ次のさ世代をさ担うというのに1個も取れないとやばいよこれ。誰だ。コッシー西川西山。コッシーにパヒつけたいっていうのもある。コッシー行こう。もう合宿始まってる。パヒあるよ。行けパワーヒッター。これ覚えたらでかいぞ。行けーおーすごい。行ったこれは夏に活躍できるでしょう。3回目です。お願いするお願いする。3回目の新入生スカウトどうやらちょっとあれですね。ちょっと東の方は全体的にもしかして投手が不作なのかもね。緑めっちゃ多い。あ本当だ。じゃあ関東の投手群行ってみるか。とりあえず投手がねいなきゃしょうがない。伸びの人をねあの2人とっても全然いいぐらい。茨城。おいいじゃない。いいですね。タクちゃんの地元で寄ろうぜ。こんにちは。いい選手いません。いないね。続くにかける。もう伸びがどうこうじゃない。もう全国大会出場のいい選手が一人もいない。辻くんもいらないこんな人。おおと準優勝。セータスはいいよ。でも徳能がなんもない。まあだからこいつは取るけどエースはもうまだ分かんない。もっと伸びがあるというやつとかね。そう伸びいいだから伸びいいとして考えよう。最悪の事態をね想定すると近藤は伸びいいだから必要ないけどスルーはできない近藤くんです。そんなに来た気は来ても構わんよ近藤亮。おうおうああまあいいですね近藤良子。これで伸びいいが一人取れましたという仮定です。ああ伸びいいなんだやっぱり。でももう一人ぐらいピッチャーいた方がそうですね絶対にないきゃいけないですね。ちょっと上の方ダメなような気がする。じゃあ一番南の投手育成盛んあれは7人いた。7人佐賀さまざまですが。ああまあさまざまもいい人いるかもしれないですけどね。頼む天才ピッチャーが欲しいな。いきますよ本当に。 SAGA 佐賀。うん、全国大会で球がめちゃめちゃ遅い椎名くん副キャプテンいらない。アンダーソロやな。キレがあってもしょうがない都道府県じゃ。お前セス弱い。中学生とは思えぬ威圧感があっても弱くちゃしょうがねえ。地区大会クイックモーション早いだけ。練習への取り組みが良い雑魚。えマジで副キャプテンの雑魚。投手持っている雑魚。野球でされたんですかね。もうあのサッカーの日本になっちゃった。もしかして弱いなあ。マジで弱いぞ。投手あってても伸び多分また伸びいいだからいらないっすこれ。もう伸びAって書いてないと信じない。
いやこれやばいな。でもそうそう、野手も考えないとあかん。そうだね、まあ、野手行きつつのかな、なるかな。とりあえず合宿行ってみよう。合宿頑張りました。打撃のねいいカードを残しての合宿、いい成績が来るんじゃない。お、いいね、打撃完璧よ。原田、佐藤、田村、まあ、田村に何かいいやつついてほしいですね。初級降格、降格とかついてほしいですね。お、あ、これもいいの、阿部飛降格いいじゃない。全員ついてもいいよ、何でもいいよ、頼む、取れ。原田くんがアウトコースヒッターになりました。悪くな、悪くな、原田くん、原田くんがラインドライブになりました。原田くん成長するね。いいよいいよ、いきなりいきなり。次コッシーだ、井上、近藤、あ、今のコッシーも井上もついてほしい。広角打法、パワーヒッターの広角打法になりますね。いいね、いいね。井上でもいい、井上はパワーヒッターもいいし、広角打法もいい、近藤パワーヒッターいい、ね、誰でもいいからつけ。井上が対するとか、対するとか、まあまあいいよいいよ、つかないよりはいい。全部つこう、全部のマス全部つこう。ああ、松田も成長してほしいし、西川も頑張ってほしいよ。岩井来ましたが、西川くん広角いっちゃう。西川くん広角打法いっちゃいましょうか。松田もね、アベレージヒッターついたら全然大学でも活躍できるようになるでしょう。これでかいですよ、これも。で、岩井くんにラインドライブ、あ、ここでかい、松田ー、キャッチャー B 松田ー、岩井やっぱりついたー、岩井も打てる方がいい。いや、めちゃめちゃいい合宿、いいぞいいぞ、いい合宿だ。なんか壊れた、打撃マシン壊れて、やべえ、カード変わっちゃった。最悪。やっぱメンテナンスしてきたかったんすよね、なかったんだよそれ。あら、最悪ですね。これ誰もいないっすね。中村って出てないよね、出てない。まあ投手でもつけとくか、次世代投手が不安ですからね。あ、全然いいです。次来い、カモン、あ、いいですね、いいですね。近藤にしか5年ついてほしいよ。お、パワーヒッター広角近藤、いいじゃない、これいい、これ誰つけとくかや、誰かつけ。いや、後藤君の怪我しにくさはいらんよ。おう、まあでもいい、かなりいい合宿だったな、今までと考えると。この流れでクリスマスも最高のクリスマスを過ごしたい。頼むよ、徳の松でお願いします。回復いらん、絶対いらんからな。おお、なんか久しぶりに出た気がする。実質合宿延長ですよ、これは。そうですね、遠藤、原田、関根、ま、誰だ、原田が唯一1年生で出てくる可能性があるかな。さっきもなんかすごいな、お前フルヒッター、ライン、ドライバー、アウトコースヒッター、アウトコースもインコースも出そうだな。俺にパワーヒッターはあれか、ラインドライブ消えるけど、なんか欲しいな、さらにパワー極みだね。ほうほう、チャンス2がいいかな。 A になったらでかいね、チャンス A いいねぐらいかな。そうだね、じゃあチャンスプラス2、これ覚えたら原田くん、原田少年いいよ。まあまあいいや、難しいよな、威圧感はな。コッシー来た、井上来た、どっちにする。コッシー、コッシーくんパワーヒーついたからな、まあ、パワーヒーあればお前はもうあとはホームラン打つだけだもんな。やっぱ井上につきたい、なんか井上に流し打ちが欲しい、流し打ち欲しいね。内野安打、対左、あ、内野安打いいっすね。対左は A になるじゃん、A かー、でかいな、それも左ピッチャーの時はめちゃめちゃ強い。アウトコースヒッター、対左、さっきアンパイで外してんだよな、ローボール外してるし、対左行くか。1もあるしね、1で B でもでかいんだけど、2だ、まあ、なんか2行く、そら極みだから偏ってるから考えが、いけー、覚えろセンスよ、でーセンスがないようだ。誰、1年生の菊池くんに伸びつけたらエースになれる可能性が出てきます。伸びプラス2、ない、ない、低め丸とかつけとくか、せめて低め投げときよっていう、そういうね。ええやん、ええやん、ええやん、まあまあまああった方がいい、これは。いや、1来てほしいな。あー残念、岩井くんが万能練習になりますね、これで。おお、いいね、これでコンスタ DD 上がって球速も145いってくれれば最高。ただこれは気をつけなきゃいけないのは、一応ね、方向転換的には変化球覚えそうだったらあれ、あ、覚えないですね。まあギリギリシュートを夏大会に覚えちゃう可能性があるぐらいですね。今のところ覚えなそうだから万能でいいですね、これは。2球種からの万能ルートいきましょう。他は大丈夫ですね。ちょっと良くないっすね、スカウト。5回目の新入生スカウトになっちゃいました。じゃあさっき行けなかった宮崎行ってみるか。投手と野手と捕手、なんかあれでもいいですけどね、あのこの紫のところなんだっけ、ちげ、ちげとか行って投手も野手もいるところで野手も取っときたいもんね、気持ち的には。そうね、なしない、野手8人、すごいな、打撃も結構多いしね。じゃあ次どこ行きたいですか。やっぱ西だね、西、投手6人、捕手2人、あ、この辺とかいいんじゃないですか。あ、それいいね、投手育成も盛んだけどキャッチャー、まあキャッチャーいらないですけどね、 B がいますから。まあサブポジという手もありますんで、ステラス高いやつ頼みます。はっ、ちょっとマジヤバくね、え、どこが優勝したの、 え、 え、日本列島増えた、日本の各県が弱いな、弱すぎだろ、弱
弱すぎるねマジで。どっかに集中してんだきっと。それ当てないと。もう6回目の新入生スカウトです。まだ取ってるのは1人だけ。いやマジでやばい。もうちょっと次はもうちょっと地区大会でもいいから少し取った方がいいんじゃない、得のいいやつ。だからいないんだよ。いたら取ってますよ全然。いないんですよそんなの言われたって。どこが優勝した、どこが強いと思いますか逆に。兵庫やっぱ野球の聖地な、都市ね。まあ投手1人一応取ってるしね。じゃあここで兵庫で。あっ、おわー、いたー。あー、当たった当たった当たった。よかったよかった。あー、よかった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 。あ、この子めっちゃいいっすね、渡部くん。ほー、強いね、大会だけど。こっちもいいっすね、もうみんないいっすね。いや、お助け兵庫です。まあ、キャッチャーはいらないんですよ、本当に。キャッチャー B いるからね。めっちゃ強い以外は。一応この子準優勝だけど、まあそんな強くなさそう。それよりも大関くん取った方がいいね。そうですね、守備主的に考えるとやっぱ大関くんチャンスの場合に強いが一番魅力的ですかね、うん、はい、大関くん取ります。頼むよ一発で。ちょっともうスカートの方ないんだ。よし、ナイス。ということで野良の6回終わっちゃったんで、あとは7、8、9、10、4回自分の本使ってやります。あるんか。4個だけあります。あー、ギリギリ。分かった、さっきので分かった。兵庫とかいい、あのプロ野球が在中するところ。うんうん、そこだ。福岡とか。うん、じゃ千葉とか行ってみていいですか。千葉、ロッテ、うん、マリーンズ。投手はいませんでした残念ながら。多分ロッテちょっとおい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 、キャッチャーはいい、キャッチャーはいい。あー、いや弱いなステータスが。まあ石井くんでいいですか。じゃあ地区大会対左だからっていうね。まあ地区大会だからってバカにしちゃあかんよ。そうだね、だって石井くんは対左ってことを考えたらステータス強ければ全然取るっしょ、全国大会だったらね。そうね、さすがに OK でしょ。地区大会で全国区のところが来たのよ。はぁ、お前帰り気をつけろよ。よし、野球があるとこにしよう。うん、で、あのキャッチャーやっぱいらないわ、どう考えても。いらない。うん、出れねえもん。福岡、東京、あれでも北海道の北北海道外してなかった。南なんじゃないさすがに。南か、札幌は。あれちょっと北広島に変わったってたけど、あれ北じゃないの。福岡は投手5人、でも保守2人か。保守0人がいい理想。広島は保守2人。東東京、あー、内野手6人、投手1人、まあ、こんぐらいだったらいいかもしんないですね。じゃあ巨人かスワローズに憧れているあの小僧を拾いに行くか。小僧集まれ。うわー、くそ、やっぱ東京はボンボンしかいねえからよ。中根くん強い。芸術的流し打ち素晴らしい。あの天才とかいなくなったん？前はボコボコいたぞ。この子はなんだっけ、天才なのかもしれない。とりあえず中根くん。中根くんこれ一発欲しいっす。中根くん欲しい逸材です。カモン中根。中根ありがたい。よし、欲しいやつは良好で。星0人ところにしましょう。星がマジでいらないんで。福島内野手8人ときましたか。でもサードとセカンド取ってるからな。あ、まあ、サウポジできますけど枠はあるけど。まあ、そしてやっぱり投手が不安なのよね一応。じゃあ投手が行ってキャッチャー1人か。鳥取ってないよねまだね。まあ、キャッチャー2人かーって感じだな。キャッチャーもいいんじゃない、サウポジ枠で行こう。じゃあ鳥取行きますよ。鳥取に取りに行きましょう。鳥取取ってないですよね、行ってないですよね。取ってないです。行きます。カーモン。お、森くん強い。伸びないかー。伸びがいない。森くんは取った方がいいべき。味方打線の援護を呼び込む投球。勝ち運か。勝ち運か。多分使わないですけどね、伸びいいだから多分無駄です。もう伸びって書いてないと伸びいい確定なんだ。はい、もう信頼がないね。だって3年連続野良の人全部伸びいいですから。 D がいない。まあ森くんじゃねえや。森くん取りますね。ステータス悪くないよ。まあそうだね、せっかく来たんだから取らないのもったいないですし。森くん頼む、一撃でお願いします。よし、おー、いいですね。となるとあと一人自由な枠が入ります。外野欲しいね。外野はさっきの対左の地区大会の子がまあまあと言いました。わかった、じゃあ今まで言ってない打撃中心行ってみましょう。打撃中心の投手0人。山形、いいんじゃないこれ、完璧や。最後に山の形をした山形県地区大会。あ、でも川口くん A かもしれん。将来性を感じる。おお、井上フルヒッター。また井上が増えるのか。
まあ、井上プロヒッターが安牌で、一応覚醒考えるなら川口くんも可能性はあるかもしんないなぐらいかな。まあ、誰か取りましょう。ここはプルヒッターね。まあプルヒッターって強いよね。全国大会でこれが副キャプテンとかだったら全然こっちにするけど、プルヒッターは普通に強いよな。ちょっと今回はそんなに良くはないから、スカウト完璧プルヒッター確定のやつを取るべきか。そうだね、井上くん。これで井上外したら怒られちゃうわ。よし、おお。後半盛り返してきた新入生スカウトもう使うことできないね。いや増やしとこう。増やせないんですけど、あそこのマス止まるしかないですけど、まあ、やることはやった。投手は2人獲得し、そうだね、どっちかはマジで伸び D でお願いします。マジでお願い。伸び C かもしんないっすよ。あ、そう、 A かもしんないし、別に寸評にない。こいつはないか。あ、まあ、こいつはないけど、こっちはそう、こっちは可能性はある。でサードを使う、まあ普通、まあこれは期待だね。強かった、はい、逆に期待で流し打ち強い。もうこれめっちゃいいっすね。で外野手1人、ちょっと野手が少ないっすけどね。さらば卒業式、北くんたちの代ですね。まあ、暗黒世代ですけど、最後にはね、輝いた、うん、全国区に戻してくれた。それだけで十分です。よく頑張ってくれました。拍手で送り出しましょう。大塚製薬進路先、大塚製薬もうちょっと活躍してくれればね、さらに上に来たかな。器用貧乏でした。金子くん、金子くんホームラン欲しかったね。あの顔で、あの形でホームランがないのはちょっと少なかったですね。前田くん、ならず者。前田くんはね、チャンス与えたのにできなかったですね。あの満塁男持ってるやつか。富永、プロ野球選手。富永ね、もうちょいピシッと抑えて欲しかったですね。伸び A だったら。中西、プロ野球選手。中西ね、地味でしたね。文句しか出てこない。拍手で送り出そうとか言って文句しか出てこないわ。近藤、ならず者。ダメだ。おい、ならず者多すぎ。あ、横井くんだ。横田くんじゃない、名前間違えちゃった。横井くんがならず者になっちゃった。ああ、横井くんだけは良かった。横井くんのおかげでうちは最高できる。うちは5人しかプロ野球契約結べないから、グレたな、ならず者で。あと守備清美の佐々木くん、公式戦4割8分ってすごくね。10試合出て、あ、意外と打ってた。そして北さん、北さんブラック最高頑張った。公式戦3割4分1厘よく頑張りました。白土って名前の看護師、いやだな、あいつ黒土がよかった。大塚くん、地味な大塚くん、器用貧乏。あ、チャンセーフ。そうだ、最後チャンセーフ。最後についちゃったんだ。金子。ああ。いや、北くん、電光石火ついてる、泣いちゃうよ。あんなに盗塁下手くそだった北くんが。ああ、確かに。ついてる北くん。金徳誰もつかんな。北くん来い。うわ、すげえ。電光石火。北くん。盗塁 F だったのに。早い、もう、さ、レギュラーの時にそれ早くやってほしかった。早い、元から持ってて欲しかった。本当に。本当にね、北くんはこう転生プロなんでね、転生の北くんもこうなってくれる、電光石火になってくれることを期待します。さあ大事なのは次回です。入学式